ファミリータウン三河は、愛知県西尾市に、かつて存在した、共同運営型ショッピングセンター。1974年3月に、西尾市周辺の商業者、有志51社が、出資設立した、共同店舗組合、共同組合西尾ショッピングセンターが、主体となって設置していた。西尾市の中心部、名鉄西尾駅の東側に位置する。周辺は、西尾市,市役所、 西尾警察署など観光所が多い。地下1階、地上5階建てで営業終了直前にはユニーが運営するピアゴ西尾駅東店と山中が運営する食品スーパー山中西尾駅東店の両角店舗に約40店を超える三課専門店街で構成されていた。地元の市民団体や小中学生の作品発表の場となるなど、 文化祭事が多数開かれたほか、芸能人やキャラクターの来るイベントも開催されるなど、各種祭事も多く行われ、遊戯施設やビアガーデン等の娯楽施設が併設されていた時代もあったため、家族連れでついた地中楽しめる西尾市を代表する商業施設として親しまれた。こうした集客力を背景に、最盛期の1991年度には共同組合が運営していた。 専門店街だけで、来店客数約108万人で、約50億円の売上高があり、西大市の地域一番店となっていた。しかし、郊外へ進出した大型店との競合により2009年度には、専門店街の来店客数は約60万人で、売上高約15億円と大きく落ち込んだ上、建物の老朽化が進んで耐震化工事などの費用が、 高額に上ると見込まれたことから2011年8月16日に閉店となった。1990年3月8日に大規模な改装を行っていた。ピアゴ西尾駅東店は医療、生活雑貨のみの販売で、ピアゴタイプの店舗では唯一直営食品売り場がない店舗であった。跡地の活用については、ユニーが事業主となって商業施設、 ベルサワー奥西尾の開発を進め、2014年3月21日にオープンした。ミカが開店する2年前、西尾駅に名鉄ストア西尾が開店する。突如明らかになった出店計画では、当初、中国地方の流通大手がキーテナントに選ばれていた。当時、ミカの創業を主導していた地元流通資本がこれを察知。企業防衛のため、ミカから 名鉄ストアに出店先を切り替えた。この動きに老舗専門店が追随したため、三カ計画は大打撃を被った。それでも地元店主たちは諦めず、新たに市内に店舗を構える流通2社を聞いてなんとに据え、はずぐん、壁南市、岡崎市の商店主に呼びかけ、三カを旗揚げした。ピアゴに尾駅東店に関するカテゴリー。ありがとうございます。